お疲れ様です。本日もシャーナイと思います。ゴルフにハマってシャーナイ、最近めちゃくちゃやってます。昨日もいて、でも昨日はちょっと調子悪かったな。昨日のスコア、昨日97。まあでも幻の81みたいになってるんですよね。81から全然いいのが出ない。レッスンもこの間したんでね、それを生かして頑張ります。でお知らせがあるんです、はい、10月5日、10月5日、大阪で久々に、ファンイベントをします、はい、スポンサーしていただいているアスリートさん、有名なリバティウォークさん、はい、我らがノコノコ運送、はい、あとマットブロー、はい、これがコラボしてファンイベントというかね、はい、やるんですよ。で僕のノコノコのトラックとか、あのアスリートのトラックとか、はい、こう集まってくるんで、はい、トラック好きの人とかも来てもらいたいなと。でしかも参加無料なんですよ。でもちろん僕行くし、僕とツーショットとかも撮れるんで、はい、ぜひみんな集まってほしいな。欲しいですね。僕は誰言うん、はい、はい、いいんで、はい、で、なんとこの帽子、なんで入ってきちゃう。横おるからですよ。入るよ、入るでしょ、それ入るでしょ。そう、めっちゃ可愛くないですか、コラボキャップ。はい、はい、黒色もあって、もうそこで限定発売の予定なんで、もう当日早いもんがっちゃうから、お早めに、うん、じゃあ場所とか詳細は概要欄の、はい、お願いします。みんな浩司くんの SNS も、はい、見ていただければ、みんなで会いましょう。はい、ということで、はい、今日は今まではちょっとファン、みんなね、こう見てくれたらいいなって、見たい人だけ見てくれたらいいなっていう感覚でやってたんですけど、ちょっとチャンネル登録数増やそうよと、はい、うん、3、4年ずっと、もう一生30万人で止まってるから、ちょっと上げていこうよということで、皆さんチャンネル登録ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でですよ、はい、今日はもう神回ですよ。俺的に神回、いや、ある意味神回です。ある意味ね、もう、ある意味神回ね。感じが違うね。感じが違う。ちょっと僕ね、ずっと気になったことがあるんですよ。僕やっぱ美容室行くじゃないですか。で、そんな冷やかしダメですよ。ダメやけど、もしスキンヘッドの人が行ったとしたら、どういうふうに対応するんやろうなと。別に行くのは自由じゃないですか、別に。まあそうですね、髪の毛ある人限定とかは書いてないじゃないですか。冷やかしやめてくださいって怒るのか、それかもうちゃんと言うんですよ。ちゃんとやっぱ客商売やからちゃんとやるのか、対応するのか。どういうふうにやられたら傷だらけになるけどね。ちゃんとちゃんとやられたら体塗って疑問やね。でもこれって全国の皆さんが多分疑問やと思う。今日はもうちょっと検証しようと思って、はい、どこの美容室に侵入するかといったら、これもうみんなが分かりやすい方がいいなと思って、はい、元K-1 チャンピオンの菅原美優ちゃんに来てもらいました。おぉ、もう検証やなくなってるし、全部違うね。美優ちゃん検証も横おるし、やっぱり気合い入れてセクシーな服着てくれたんでね。美優ちゃん、結婚したっていうことなんで、はい、おめでとうございます。じゃあもうおっぱいね、入りません、入りません。こういう一生オープニング終われへん。一生オープニング終われへん。何今日何の企画ですか。まずミュージカル、我らがミュージカルに行ってもらおうと思って、はい、スキンヘッド代表で、そう、スキンヘッド、世界のスキンヘッドを代表して行ってもらおうと思ったんですけど、ちょっとミュージカルじゃちょっと、ミュージカルな、ミュージカルじゃちょっとまだあれかなと、日本を代表するのはまだ早いかなと、強力なスキンヘッドに来てもらってます。スキンヘッドなかなかいないですね。スキンニギです。じゃあ読んでいいですか。お願いします。スキンニキンマックスさんです。怖い怖いってやから企画ですよね。怖い、何で僕を睨むんですか。マックスさん、スキンヘッド教授の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 マックスさん、こう見えてめちゃくちゃ優しい。これマックスさんは出ても大丈夫なことですか。出ても大丈夫です。スキンヘッド代表やもん、オリンピック出てんじゃねえか。なんでこっちにカメラ持ったらこういうキャラで行くんや。めちゃくちゃええキャラ。いやいや、さっきこの画面だけで車の中で待機してんけど、一生スキンヘッド対談してたのに。そうなんです、いつからなんですかとか、めっちゃ訳あげしてたのにバチバチ今。いやでもこの感じで来たら結構ミュウちゃん怖がるかも。そうですね。でもこの感じで行ってほしい。ていうか、脅しに行くとかじゃなくて、ガチのテンションで行ってほしいんですよ。
ガチを天使に言ったらミュウちゃんはどういう反応するのかっていうドッキリですよね。でまずリュウジ君に先行ってもらいます、はい、まあそれはもうリュウジ君のオリジナルで自分で考えてもらって、はい、決めてきたんだ。そう、髪型どうするのかとかどういうあれをするのか、もしかしたらミュウちゃんも格闘家やから思いっきりしまくるから確かにでも止めてね、それは切られたりしたら止めてねこのままでいいじゃん。ちょっとリュウジ君じゃない、マックスさんも瞳が可愛いですよね。ちょっとだからこのサングラス俺これもらったんですよね。これでいってほしいなと思って。これどうすか、僕でいいんですか。これ僕ネーム入りで可愛いんですよ。そう、そうゴルフとかに使えてどうこれでいったらいいんですか。これでいったらいい。もうやばい、これでいったらいいよ。ただのハードゲーやんマックさん、マックさんに似合う。絶対マックさんに似合う。いや、マックスさんやな、これは。何やこれは。なんで俺だ、なんで俺、なんで俺スナイパーや、もう怖い。もう、FBI とかマックスさん、試合前から今ピリピリしてる。こう見えてる、格闘家なんです、うん、どう見てもいい。格闘家で、しかも全部ジャンルやってて、いくつだね。ブレイキングダウンも行ったのか、赤澤とやったのかってね、やったっすよね。リュウジ、リュウジだ、俺リュウジ、リュウジだ、リュウジだ、リュウジだ、なんでさっき仲良しやったですよ。リュウジ君が先行って、はい、でその後にマックスさん2連チャンで行く。マックス、このでマックスさんはこっちで行く。なるほど、マックスさんはこっちで行く。はいはい、こっち行ってこっちで行ってマックスさんはこれでよくはない。でこれでストッパーとか行くかなと思ってストッパーってください、ちょっとくせえげでって言ってどこのタイミングで勝つなっていうことがバレるかみたいな。まあもうほんまこれガチドッキリやから、みゆちゃんマジで知らんから、はい、どういう反応してくれるか楽しみですよ。菅原みゆちゃんにはコウジ君が普通に今日カットしに来るみたいな。あ、俺がカットすると思ってんすか。伝わってでそれをコウジチャンネルで撮影をさせてもらうっていうだけしか伝えてないんです。工事が遅れてくる、ちょっと仕事の事情で1時間遅れてくると。でその空いた枠の時間でこの2人をフリーの2人がぶっ込んでくると。で副店長もこっちで買収してるんで、はい、副店長もこっち側なんで全部アシスタントしてくれます。なるほど、うまいから全面協力、全面協力のもと早速検証していきましょう、はい、ちょっとお店の方で一般のお客さんもいるんで。あ、そう、はい、ほんならこれほんまにドッキリっぽいね、はい、じゃあ行きましょう。はい、早速行きましょう。コウジチャンネルのオープニングが長いです。長いです。オープニングで一本みたいな。これ、お前どういう反応してんだよ。いや、本当っすよね。なんか結構ドキドキする。一番緊張してるのはリュウジ君です。今めっちゃ緊張してますからね。結構真剣っすね。ふざけた感じがするんですよ。真面目や。まあもちろんさ、真面目やつだね。でも、僕気づいてない。サングラスを後ろで分かるけど。なんか、楽しみだな。帽子を叩きます。長さかな。2ブロックが多いですね。もう、何ミリがいいですかね。もう、周りは3ミリぐらい。3ミリぐらいです。結構短いですね。もう、ほぼこのままにもいけない。かしこまりました。じゃあ、パフォーマンスながらやっていきます。はい。帽子で。帽子でですか。こうですね。実況してもらっていいですか。笑ってる。めっちゃ笑ってる。無理無理、厳しいかもしれない。あ、サングラスあるから。いや、サングラス、そうですね、
ちょっとスタイルが限られてしまう。堅くなにサングラスを取らない。間に合うね、もうね、いい感じか。怪しい人と思って、ね、そう、髪の毛はどう思ってたか。いや、いつも2ブロックしてもらって。いつも2ブロックされてるの振り付けのところです。そうなんですね。すっごい綺麗に座れてるんで。今日も2ブロックなんですよね。あ、これ2ブロックですか。はい、サングラスあるからか。あ、そうか、ちょっと撮ってもらって撮ったら行きます。これで行きます。サングラス撮ったら厳しいかもしれない。ヘッドスパとかだ。ヘッドスパとかストパーなんですか。ストパーですか。そのストパーはこの長さだったらいらないか。いらないですか。こんなのどこんな持ってくれるの。セットミーちゃん持ってくれてる。ストレートですか今。今のところストレートが。あ、じゃあサングラスしといた方がいい。リュウキャバクラと勘違いしない。すごいなんかテンション上がってしまった。ツイブロック無理ですか。ツーブロックは、ちょっと、ツーブロックは、必要ないぐらい、もう、完成してますね。完成します。ストッパー、ストッパーも。ストッパー、気になるんですけど、ギベンで防げます。ギベンで防げます。そうなんですね。どれくらいの周期で、まあ、かけられたことありますか。月1で。だいぶ早いですね。気になる、気になるんです。遺伝なんで。頭皮ありませんか、大丈夫。頭皮ありません。じゃあ、あれ、あれ、あれ。ああ、ありませんって言ってる。頭皮あれ、あれないです。あ、もう、やけどしてます。試せるように2人目行った方が早いよ、ね。ノーマックスさん。マックスさん、どうしよう。で、マックスさんがメインっていうことでね。ですね。あ、今日はちょっと、はい、そんなスパッとお休み。あ、サングラスがあったの。サングラス、うん、置いたらいいですか。じゃあ、あ、お前来てた。来ました来ました。おお、兄貴、お前なんでお前来てる。兄貴、お前冷やかすだよ。冷やかすだよ。え、お前冷やかすだよ。兄貴、俺冷やかしながら帰るんで。口を変えると思ってた。嘘だもん。あ、みーちゃんちゃんと対応してるわ。素晴らしいですね。え、ほんまにどうすんの。ほんまにこれちゃんと知らない。ほんまに知らないと思いますよ。神対応よ。ほんま対応してくれたら。俺はそれのパワーちょっと、ね、友達にこれストパーですか。ストパーでちょっとなんかもったいない気がする。ちょっと待ってください。もう自ら取ったよ。あ、ストレートですか。ストレート。ストレート何かもしれない。サングラスいるんちゃいます。サングラスなんて無理だ。ストレートじゃない。そうそう、あ、ともちょっと似てるんですよ。あ、それ、じゃあこれでもシャンプーしてもらって。あ、シャンプーしてもらって。はい、これ、洗います。どうせ。あ、それも一緒にちょっと一緒にシャンプー一緒にシャンプー。結構これ使われてます。あ、結構使われてます。油ついちゃってる。生油。それだけシャンプー。あったらしい。あった。あ、シーズン2はなさそうです。いいですよ。ない。もう残るでしょ。これね、まさかの祝儀、みゆちゃん結婚式は用意してたんですよ。なんね、さっきオープニングでやった。じゃあ、まさかのボケたじゃないですか。菅原美優ちゃんに来てもらいました。おめでとうございます。入りません。こういうのにあっこに置き忘れていく。で、取りに行ったらもうなくなった。盗まれました。何しように盗まれました。怖いよ。何ちょ、見てあげてまでやってるから。
もうでもネタバラシしたのがかわいそうやね。もうただただハゲ二人が並んでるだけ。もう三兄弟で行ったらもう一回りょうさん行って行っても俺すぐ行くけすぐりょうさんりょうさんそこで冷やかしやめろって言って、うん、ピシッとバッと出てきたら冷やかしやめろって言ってもう行く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 僕まだだった弟たち弟たち行くか、行くか。ガチでシャンプーしてもらってるせい。みゆちゃん。やってるわ、ほんま。ねえ、ほんとどうしようかと思いました。なんもないのに奇跡がって言うんですよ。俺もう感動したもんね。感動したみゆちゃん対応に、神対応や。あー、もうえぐいよ。ほんまや。20年ぶりにシャンプーしてもらった。あれ、いつも俺洗顔で洗ってるんですよ。シャンプーしつけたことです。シャンプーもあの10年ぶりくらいです。見るじゃん、初めてやった。初めてやった。怖い兄ちゃん来たと思ったら。いや、神対応や。びっくりした。実際どうやったんですか？あの、ほんまに見た瞬間。どうしようと思って、もうヘッドスパしかないなと思って。え、もう神やと思う。今神ですよ。まだシャンプーしてくれてますからね。いや、まあ、しっかりドライヤーもしてもらったから。すごいね、あの、まあ、格闘技と美容をね、両立して、で、ハゲの団子三兄弟が来ても、神対応して、最高ですよ、もういいと思うよ、いつまでしてるから、やってるよ。めっちゃ有名やね、ドラマも有名やね。ね、みゆちゃんのここにも貼ってるもんね。あ、そうです。一緒に食べたくなってて。ということで、ドッキリ企画でした。ありがとうございました。勉強になりました。はい、これ。いいですか？ハゲに挟まれよ。サンドイッチしたらハゲますからね。真ん中もね。いや、こういう。ゲットハゲ。ハゲの喧嘩一番みっともないから行くよ菅原美宇ちゃん行こうありがとうございますみゆちゃんありがとうありがとうございます。